お、こんにちは。間違えた。おはようございます。おはよう。おはよう。やっほー。もうお昼の気持ちになっちゃってた。おはよう。バンジェラモンスターさん、だるまありがとう。おはよう。おはようさん、おはー、おはおはー。今日はね、6時に起きた。ちょっと遅れたけど、でも全然余裕でした。間に合った。もう6時40分にこの配信できるとこにいた。やっほー、朝からありがとう。大地さん、くろみちゃん、ありがとう。おはです、みんな。おはー。今日もこれ着てるよ。昨日着なかった白を着てる。おはよん、よんよよよよよよん、よんよよんよよんよんよん。しんごさん、ありがとう。自分は5時半起き。お、早い。私より早いよ。なんか昨日気づいたらなんか12時過ぎてて、夜寝るとき、えっと思って、結構遅かったんだなと思って。そうなんですよ。だから朝起きたとき眠かったですね。南光さん、ありがとう。その服、昨日から再発にらめっこしてる。どの色にする？全部？全部？みんないい感じ？頼めました、これ。ね、今もね、ちょっと寒い。朝起きて、え、寒いかもって思って、めっちゃパーカー着たらめっちゃちょうどよくなりました。じゃじゃんじゃ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 ん。でも白だから、あの、汚さないように綺麗な状態で保たねば。じゃん、まずは2色。おー、受注期間は長いからね、まだいっぱい悩めますね。皆さん悩んで悩んで決めてみてください。腕が長くて長ざると言われる場合でも着れるサイズは、どうかな。私もちょっと腕長い成人だから若干、どうかな、どうかな、足りるかな。 XXL までありますけど、サイズどうかな、不安だな。男女兼用だから、うん。リサイドハートさん、ハートありがとう。今日の子、ベロンティーとパーカーで大丈夫かな。大丈夫なんじゃない。私 T シャツとパーカーで行こうとしてるから大丈夫だよ、多分。しかもライブ中は暑そう。見てる側もどうかな。青が思いのほか良かったの悩みね。青ってなんか着てみるとなんかもっとよく見えるというか、青ってちょっとね、買う前に思うかも。見ただけじゃ思うかもしれんけど、着てみたらなんか可愛くなるよね。しかもこのなんかちょっと暗めの青だからいいよね。ね、おお、ミホリエチュア作った。おお、楽しみ楽しみしみしし しにゃん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 。パーカーと T シャツ全色それたら25通りとかじゃない、もっとある。どうだ。キヨさん、ありがとう。
ゃんじゃん。あ、正解？本当？数学算数だ。ぜひ皆さんゲットしてみてください。私は6時に起きたよ。おはよう。東京駅の6輪車の朝つけ麺のかぎ焼き待ち。お、強っ。いいね。美味しかったな、つけ麺。いいね、いいね。いいね、いいね。ももにゃん、ありがとう。デザイナートさん、かわいい、ありがとう。ヒロさんさんもありがとう、ハート。楽しみやな、神戸ほんと。昨日お腹すきながら寝たけん、今日は何食べようかワクワクしてました。でも昨日の夜寝る時のお腹すきは通り越しちゃった。おはおは、朝冷えたらそれな。今何度だろう、兵庫も何度だろう。あ、兵庫と結構一緒だ。広島16度。お、でも意外とある。気温11時とかは20度や。おー、しかも晴れてる。嬉しいんだけど。晴れだ、嬉しい。髪の毛なんない、なんしよう。神戸では世界一の朝食。そうなの？なんだろう、世界一ビルズ？違うか。朝食チャチャチャ、ベルナール・ロワゾー氏からの贈り物。え、なんか見たことやないか。え、見たことあるかも。え、ないかな。え、すごっ。え、すごっ。飲むサラダみたいなのがついてる。すごっ、すごっ。神戸なんかまだ全然知らないんだよね、実は。だから、え、すごっ。世界一見てお腹すぎ100になった。やばいやばいやばい。この時間にお腹、あ、でももう7時か。なんかさ、5時半とかに起きた日さ、早起きすぎてお腹すくけどさ、なんかその時間に食べてもさ、結局8時とかにもまたお腹すくんだよね。わかる？みんな。だから朝ごはん2回戦目がいるんだよね。今日はギリ今耐えれば朝ごはん1回戦で終わりそうだけど、早起きした日ってそれがなんか悩みじゃない？お腹めっちゃ、お腹すく時間が長くなるけんさ。ね、わかる？あれ？私だけ？嘘。あれ。だから私朝は極力早く起きないでいい日は、あまり最近は起きないようにしてるけど起きちゃうけど。あれ、みんな、なんか結構寝るときにまあまあお腹を空かせて寝るからなのかな、朝にお腹空きが来るようにみたいな感じで、だからかな。でも最近は耐えてなんかスマホとかなんかすることがあったりとかしたら結構耐えれちゃうけど、ブランチとかまで耐えれちゃうんですけど、ね、なんか大事なライブの日とかコンサートの日とか5時半とかに起きた日とかはね、なんかすくんよね。なんで？なんで？そうね、私のあのトースト作らないとですよね。そもそもに食パンがなくて悲しいけど、家にあれね、分厚いトーストの方がおすすめなんですよね。結構がっしりしっかりするし、あと焼くのが難しくなるんですよね、薄い食パンだと。結構大きめのちゃんとした食パンがいる。
なんかこの白がレフ板みたいになって、なんかちょっと白くなってない？そっか、前日から頑張るけんか。なるほどね、そういうことか。そう、昨日もだってお腹すきながら寝たもん。だから明日以降美味しいもの食べよう。やばい、くしゃべ出そう。なんか、うん、ちゃん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 ちゃちゃん、白かわいいっしょ。しかも白とこのちゃ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 コールかしら、これ合う。うん、徹夜明けだとこの時間お腹すく。え、でしょでしょでしょ、お腹すくっしょ。チャコールいいよ、めっちゃ。最初あの黄色っぽいベージュっぽいのと迷ったけど、今日の服の丈感的にちょっと長めがいいなと思って、こっちのが大きいサイズもらったけど着てみた。ええ感じ。うん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 、ちゃんらんらん。チョコレート聞くとタバコ、私ねタバコ苦手、臭いから分からんな。うん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 、そう、チャコールもいい。女の子は合わせやすそう、チャコール。結構私服にベージュも合わせやすそうだけど、こうなんかこれに普通の黒ショートパンツとかも合いそうだし、い、良さそう良さそう。さっきムズムズしたからちょっと鼻声になってきたね。かけまつるさん、くろみちゃんありがとう。モーニングミホお持ち、イエイイエイイエイ、ウォウォウォウ。だって喫煙ってちっちゃい頃してないんだから、しなくても生きられるものなのに。喫煙わざわざ体に悪いことをしなくていいと私は思う私は個人的な見解としてはうん、朝なのに可愛い、イエイ、おはー、やっほー。お、アイスレモンさんありがとう。クロミちゃん、タバコ吸ったことない？私は大好き。デザイザハートさんありがとう。クロミちゃん、ちゃん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 、お酒も同じ。え、お酒もでも飲まんくても生きれる、でもと思う。うんふんふふふふふふん、うん、ちゃん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 。やっぱお酒を飲むお店のご飯がおつまみとかのが美味しくて魅力的だなと思う。うんうんうん、うんうんうん、でも個人的見解なんで参考程度。何歳？20歳になりました、イエイ。20歳、イエイ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 、いや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 、最終的には飯。今日もご飯何が食べられるのか楽しみでございます。楽しみしみしみ。昨日チコちゃんも楽しみって言ってて、あの壺のプリン来るかな、食べたいなって言ってたチコちゃん、楽しみだな。なあ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 。チコちゃんね、回復したし無事に今日出られるということで会えますね。でも無理せずしてほしいけど、もう今日からもうぶっ飛んだことしてたらちょっと君安静にしなって言わないとね。
ね、楽しみ神戸。明石焼き。ヤデウマさん、クロミちゃん、ありがとう。楽しみだなななな。ね、体力はね心配だよ本当に。でも私も言うてさ、あのマイカー公園から公演はしてないからさ、マイカー花だれマイカー公演からしてないからさ、言うて怖いんですけど、昨日ちょっとレッスンあったんで、まあ頑張っていきたいと思いますが、暑くなくなってきたからね、この調子で会場も涼しければ、涼しいと体力長持ちするからだといいなと思うんですけど、今日はおでこ出さないです。公園でおでこは出さないですね。もうね、公園でね、おでことね、普通のツインテールはね絶対やらないと思う。うっちーさん、くろみちゃん、ありがとう。ちゃ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 ん。みんな疲れてる？疲れてるの？君。元気出していこう。頑張っていこう。もう土曜日だよ、みんな。神戸は神戸牛だ。パン洋食とかがおすすめ。確かになんかおしゃれなイメージあるな。確かにクルージングとかね、私たちチコちゃんパシェと私船で美味しいものを食べたように、なんかおしゃれなイメージありますね。確かにね、前髪企画はね、あの番組で終わってるんですよ。ちょっと今はやってないですね。崩れちゃうね、今は。これスプレーしてないし。明日明後日が何もお仕事ない。今お仕事してるじゃん。ショールームお仕事だから大丈夫だよ。グッド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 ボタン。昼夜両方行きます。日本語喋れんかった今。両方行きます、ありがとう。夜公園に行きます、ありがとう。待ってるにょーんにょーんにょんにょんにょん。確かに新神戸に赤服売ってるね。買いたいけど、待って、多分買えんよな。買えんな、時間の時に。赤服ね、人気だから売り切れるよね普通にね。しかも赤服ちょっと2個入りとかも売ってほしいんだよね。なんかその、正直私しか食べんのよな。ママあんまりお餅好きじゃないんだよね。だからで、家族でおった時もめっちゃ私しかお餅好きじゃないんだよね。だから減らんのよね。減らんのよ。だからな、買いにくいんだよな。だからいつも我慢しちゃう。帰り売り切れてたよね。そうなのよね。もう午後になったら赤服売り切れてるよね。夜になったら、ね、デパ地下の赤服は3個ぐらいの。それが欲しいのに。それが欲しいの。なんか一箱はさすがになんか人としてやっちゃいけないことをしてる気がしてきて、罪悪感で埋もれてくるから。半分こしよう。本当に半分こだったらちょうどいい、多分。多分ちょうどいいからね。欲しいよね、赤く2個入り。なんかこういうなんかチョンみたいなやつでもいい。でも2個やったら足りんか。4個ぐらいで欲しいか。2個の2個買えばいいかね。食べたいね、お餅。でも今日も多分買わない、買えないと思う。この日、そう、あのね、長方形の入れ物ではめっちゃよく見るけどね。これフードかぶろうかな。わーい、鎌倉に入ってる人みたいなさ。ユーリンとの半分この点
定期8対2やばい。でもそんぐらいかもね。確かにママもいつも自然とそんぐらいにしてくれてるもん。なんか食べるときとか、ちょっとスイーツ食べるときとかめっちゃくれるもん。めっちゃでも食べれちゃうから食べちゃうんだけど。おもろ。赤福ね、美味しそう。それな、でも赤福の本当の本拠地に行って、なんか出来たてというかそのお店で食べれるみたいなのがあるから、お店で食べてみたい気もする。店赤福ぜんざい美味しかった。俺あんこダメだから赤福の剥がしたあんこをみほりんが食べて。おいふざけんな。ふざけんな。それは餅をくれ、餅を食べるために赤福を食べているんだ。こっちはダメです。りょうたさん、くろみちゃん、ありがとう。そうだよ、モロゾフは全国にあるよね。だからいいや。いいや。朝からお米掘り、餅を食わせろ言うて。テロップ消えた？消えてないよ。え、みんな消えてるの？え、消えてないよ。私はある、あるよ。赤服。え、今日はカフェでライブ書いてあるよね。よかった。よきよき。さっきから星になるコメントしかしてない。なんでなの。でもこの星結構厳しいよね。なんかそこ星になっちゃうのみたいな思うとこ星になったりするよね。結構厳しいから頑張って。なんか前髪切りたくなってきたな。また再発してる前髪切りたい病。テロップが空欄？嘘、なってないよ私は。あっくん、ハートありがとう。まあいいや、見えてても見えてなくてもいいよ。今日は神戸でライブ、みんな知ってるからね。みんな知ってるからね。テロップある？なんかバグっとんかな、その人たちが。バグって見えくなっとんかな。あそパソマス星になっちゃうの？なんで？著作権かな。なんで？厳しい。バイキンマン、バイキンマンは大丈夫なんかい。なんでやねん。なんであそパソマスだけダメなん。それ星にならないの本当に謎。意味わからん。おもろい。なんだこの基準は。なんだ。おもろい。なんでバイキンマン良くてアンパンマンダメなの。バイキンマンがかわいそう逆に。なんでだ。カレーパンマンも大丈夫なんかい。おい、なんでや。なんでだい。本当だね。気づかないレベルのものはいいや。それな。初見さん、おはーい。シティホーテッド2期生みほりんこと田中みほです。やっほー。ギリ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 さよならが言えないよ。みんなが星になる言葉でも結構多いですよね、そう考えると。
なんでだろう、なんでだろう、もうなんでだろう、なんでだ、なんでだろう。あなたの笑顔が大好きです。もうダメなの？厳しいよ。嘘。まあ厳しい。なんかリストとかあればいいのに。ルームではロを口と打つ文化。なるほどね。だからね、あれだね、しみさらが前ももちゃんをペクチペクチみたいな言ってたから、そういうことね。そういうこっちゃね。なんか一瞬待ってちょっと眠くなってきた。カズさん、クロミちゃん、ありがとう。先頭に星をつけるとワンチャン映像をつなげてくれるシステム。つつつ、違う違う、スペシャルサポーター。おい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 、変わっちゃった、変わっちゃった。 S までは合ってるけど、スじゃない、ショーだね、ショールームだね。レーサーサーさん、お芋もありがとう。芋最高。芋ちゃん、お芋ちゃん。メイクいい感じ。待って、まだまつげとかアイシャドウとかしてないけど嬉しい。全然めっちゃ 20% ぐらいしかできないけど、よかったです。タララランチャチャン。今日の髪を決めました。昼も夜も決めました。心に決めました。お楽しみに。あれにしよう、あれにしようと思っておる。パーカー女子めっちゃいい。やった、嬉しい。そう、まつげのおかげだと思う。まつげ上がっとったらなんかもう、まなんかマスカラしてるみたいに若干なるもんね、体ね。いい感じや。ええ感じ、ええ感じや。じゃん、じゃじゃん、じゃ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 らじゃらじゃじゃん。髪、わわわわ。やったね、やったね、やったね。声がカスカス。ですけど、朝だからかな。運動できる女子。でもあのSTの中ではあの9位ぐらいだった気がする、一応。やったね。全然学校では下の中ぐらいだったんですけど、いいと、いい感じになりました、いい感じになりました。やったねー、やったね、やったね。パーカーのサイズね、いろんなのをいただいてるからね。どうかな、これなんだろう、 M ではなさそうな気がする。早起きご苦労様、ありがとう。寝起きできました。みんな普段パーカー着ないけど、みほちゃんコラボなら購入しちゃう。おー、しちゃえ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 。私もだってパーカー着るの珍しいかも。結構
なんか違う系統だから、そんな気がする。ふわあくび、うん、体力テスト9位、学力テスト2位、文武両道。そうなのかな、ユナイナの方が文武両道だよ。めっちゃユナイナがすごくない？待って、今思うと、あ、でもみちさんもすご、じゃあすごくない？ユナイナが4位だっけ、学力4位、学力4位と体力1位ってめっちゃすごくない？でみちさんも学力5位体力2位すごくない？すごい、そう考えるとすごいよ、文武両道できてる方がいっぱいいるよ、すごいわよ。うなうな、うなうなうな、すごいよな。うなちゃんそんな賢いと思わんかった。でもなんかやっぱ元気高校生として勉強しとうからな。いやでもあの、うん、そうね、うん、タムも受けてほしい。タムもどっちも良さそうな気がする、そんな予感がする。ダンスめっちゃ上手いから運動もできそうだし、勉強も多分できそうな気がする。タムちゃん、タムちゃんとか、あとレカちゃんとかおったら私は2位をで保てていたかわからないかもしれない、もしかして。お仕事とお仕事の文武両道を目指します。頑張って、頑張れ頑張れ。今日は1個目のお仕事休みですかね、みんなはですかね、土曜日やから。多分家庭教師、なんで知っとん、そうなん。KT ケンジさん、クロミちゃんありがとう。そうなんか、頭いこ、キュンキュン、頑張ろう。偏差値、偏差値70 偏差値70、過去の栄光取り戻そう取り戻していこう。何だったんだろうな、なんであの時あんなにできてたんだ今やばすぎる脳みそ、本当になんでできてたんや、あんなに。ゆうぴょんありがとう。ちゃ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 、すごいよな。他にすることがなかった、ひどいあったけど、これをしたかったんだろうね、勉強好きだったんだよね。でもちょっと勉強に飽きてきちゃったんだろうね、ちょっとついていけなくなっちゃったんだろうね、途中からね、高校だからね。ゆうぴょんハートありがとう。いや私地頭良くないよ全然、だからほんと高校の友達地頭いい人いっぱいいて、だからついてってた、頑張ってゆうぴょんハートありがとう。みほちゃん、数学、みほちゃん数学なんかね好きなとこめっちゃできるのに好かんとこ全然できんけん、なんか間になるんだよね、なんだよね、そうなんだよね。うーん、むむむむむ、みちさんのコメント、地頭地頭、地頭いい人あんまなんかさみんな近くないっていうか、友達みんななんか友達で本当になんか学校あんまこんかったくせに、めっちゃ一回教科書見たポンって見たぐらいで
めっちゃ90点とか物理90何点とか取る友達とかおってはい？とも言ったもん。物理永遠にできなかったんですけど、できた時期もありましたけど、めっちゃなんで？とも言った。めっちゃなんでやと思ったから。将来ね絶対出世するね。だってなんか東大受かったら、東大受かったらご飯おごってねみたいな友達おったけど、あの人どうなったんかなあの人どうなったんかな、受かってないよねどうかな受かってご飯おごるだけならいいけどねなんかね、物理と科学で受かった。おーすごっ、えすごっ、その2つできるの。めっちゃ理系だね。私はね英語で受かったと思う。高校とか高校の入試の数学めっちゃ難かったんですよね。なんかえ意味わかんない、もう問題の意味わかんないみたいなのが結構あって、私なんでこの高校受かったやろって思ったもん。すごいって思ったもん。なんでって思った。だから多分英語めっちゃできたんだよね。多分英語は結構マジほぼ満点に近いぐらいできたんだよね。だからかな、私は英語で受かりました。多分他のやつがむずすぎて記憶ないもんね、もうあんま。東大2回落ちました。受けたのがすごいね、受けるレベルにいたのがすごっ。やっぱ東大ってすごいんだね。ちょっと誰か友達いないのかな、一人ぐらいいてもいいんじゃない、いないのかな。ちょっとめっちゃ誇りに思うその友達を自分じゃないのに。ロゴも英語そうだね。英語ちゃん、英語楽しかったもんな。だからだね。うん、私は英語で落ちました。悲しい。逆に英語でもさ、なんか単語覚えたらめっちゃ簡単な。僕内申点だけで滑り込んだ。最高すぎ、強すぎ、マジで最高ぽいもんねすごい。東大それは違う、なんか灯されてる東大。東大出身の友達とよくしてよ言ってた。やばい、それ私の友達にもしていいしていい。ちょっともう自分が東大に通ってるかのように誇らしくなるから、ちょっと友達借りていい？え、すごい、京都大学に受かったのがゆうちゃんの自慢。すごい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 。じゃあ友達ね友達ね、よろしく。すごい、京大とかもいそうな気質いないのかな。私前も言ってたよな、こういうの。ちょっと、あ、沖さんから連絡が来て、ダダダダダダダタタタタ、じゃん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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。確かに慶応の友達いるかも。確かにね、ちょっと調べよう。私って何年に卒業の人？何年に卒業の人？お、初訪問の方、おはようございます。いっぱいいる。 ST48 2期生みほりんこと田中美穂です。やっほー。うん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 、大学合格状況。うん、何年度、私何年度にあれなのかなあ、でも2022年度しかないのか。2024絶対違うよ。高校何年に卒業したんだっけ、何年だったっけ、あれ2021だっけ
分からんくなってきた。2021年度2020年度、どうだったら2020年度か2021年度、どっちどっち、こっち、あっち、どっち、どうは2020か、どうならあれで2021年に卒業してるもんね。え、乗ってないん、乗ってないんかい。前はなんか見れたのに、なんかもう今年のしか見れんくなったの。もしや、もしや、もしや、チェッチェチェだね、チェッチェチェだね。2022年度の子も見てみよう、後輩一応後輩。理系 66%、 文系 34%。 あ、これもこの私立は文系。東大いる、東大いる、東大いる、どこ、東大いる。あ、ここに載ってたわ、2020年度ってことか。私いないんだけど、東大の人は。悲しい、悲しい、友達いなかった、つらい、つらい、つらい、いなかったよ。あの瀬戸内地方の方いないから、誰か。おごれなかった、おごりたかったのに、悔しい。そうかそうか、あ、瀬戸内結構おる。ヤッホーヤッホー、1、2、3、4、5、6、7。おお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 お。まあでもやっぱ福岡の大学が多いよね。確かに旧大、どこどこに書いてあるんだ。あった、おお、みんな友達、京都大学いたよ。嬉しい、友達できた、勝手に。学年一緒の人だったら全員友達な気するもんね。全員友達だよね。へんへんほんほうほう。わあ、これ私若干行きたかった。おお、あれはあれはすごい、地域で分かれてるから分からんの。あ、中国四国のとこもある。あ、でもあんまおらんかも、やっぱ九州が多い。九州か、もう大阪東京とかに行ってる人多いな。九州、おめっちゃ桁変わった。どこの地方の大学、でも福岡にある大学か、それか東京とかに出て行きたかったけど、まあでも都会で住めとった自信ないかもしれんから、どうかなって。あの、あ、慶応さんのあれだ、見学だけ行ったんだ。もう一個なんかどっか大学行った気したんだけど、ちょっと忘れちゃったな。忘れるってことはそんなにあれだったか。慶応、あ、うん、慶応、青山学院行ったかも。見に行ったかも。見に行っただけね。見に行っただけね。見に行っただけね。みんな。そこに行けるレベルとは言ってない。見に行ったかも。やんな、四国の大学確かにいるかな。四国でもなんか中四国を少なかったかも、さっき見たらいないわ、四国の大学の人。え、いる。そう、東京大学行ったら天の声さんのご飯がないの寂しくなりそう。そうなの、そうなの、多分大学やったらついてきてないもんね、ママやけん。それはね、ちょっとね、あれやな、こんなに大学ってあるんだ、すんごいいっぱい書いてあるわ。へえ、わあ、大阪の人たちってユニバー年パス持ってるのかな。ええな。へえ、年パス持ってるのかな、いいな。すごっ、なんか私
の次の年の人たち頭めっちゃいい気がするんだけど。みんながみんなユニバ行くわけだ。あーそっかそっか。サラハさん年パス持ってる。アーナも持ってるし池田とか持ってるよ。まあでも確かに近いっちゃ近い。1時間ちょっと1時間半ぐらいかで着くから大阪は。だからまあ、あ持っててもね全然ね、そう休みの日にバーって行けるからね持ってそう。関西人やけど高校の時年パス持ってた。いいなーいいなーいいなー羨ましい。年パスどこかの年パスを一回も持ったことないわ。ここのミオリンルームの年パス持ってるよ。もうみんな持ってるよ。もうね自然とね入った時点でもう持ってるんですよみんな。タモもミユミユも持ってる。なんでそのみんな、なんどこで知っとんみんな。いい来た。でミユミユさん誘ったらいけるんやじゃあ。タモもあっちで合流ねとか言ったらいけるんや。みんなずるいよ年パス持って。いいな。迷ったけどいややっぱ格闘してやめた昨日の夜。年パスを買うこと、それだったら前回行った時から持っとけばよかったってなるからもうやめようと思って買わんかった。年パスいいな。ハリドリとかフライングダイヤなんかすごいやつばっか言ってない。それすごいやつばっかじゃない。怖いやつばっかじゃない。怖いやつなんか安心感ある人が横におったらいけるかもしれんけど、マジちょっとコースターちょっと怖いわ。ちょっとコースターちょっと弱め、なんか強そうな安心感ある人がおったらいける。ママとかならまああ一緒に乗る。あ嬉しい。うわ呼びました。あみんな、しかもあのあれがいいかも。なんか5人席とかあったらあの真ん中のとこに座りたいかも。あの包まれた方が怖くない感ある。わかるのわかる。なんかこっち空洞とかやったらなんか怖い気がする。お化け屋敷とかもそうだけど そんな気がする。だから両端におってほしいから2人募集。まあ5人席とかのやつだったらちょっとあと2人また入れますけど、だから4人入れますけど、そう隣はちょっと安心感ある人でお願いします。そう挟まれた方が安心、なんか安心感あるよねサンドイッチ感。うんそう。シンさんありがとうね。真ん中守られてるか。そうなのよ。うわ楽しそう。行きた。行けたいよ。みんなと一緒に行きたいね。行けたいよ。行きたすぎるよ。USJ のハリポタの子供用のジェットコースター怖すぎて無言。あれですか？あれは私も乗れるよ。かわいいね君。あら。いや手離して乗ったことなんかグリーンランドかなんかであるんですよ。手離して調子乗ってもう浮遊感えげつなかったんだけど、もうこうじゃないと無理なんだけど、しかも肩上がってるしもう浮遊感えぐくないですか。手離して乗る人どういうことって思う。もう腕折れるんじゃない。大丈夫怖いよ。さすがに怖くない。こ怖くないかい。まあ、あのちょっとみんなであの これで乗れば強いかもしれないけど、キャッ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 マイカーで言うにはやばそう。でもなんか誰か迷子になりそう。なんかはぐれそう。なんか想像つく。リコチとかがチロスあるとか言ってなんかどっか行きそう。で私もそれについていきそう。なんかそんな気する。迷子最優先最優先。
そう、なんかそんな感じがする。誰がまとめてくれるかな。意外とやっぱ沖さんかな、やっぱリーダーかな。そう、まとめる人ね大変、もうどこ行ってんのってなるやん。パセとソラハさんもなんか2人なんかどっか行きそうだし、誰がまとめるってなったらやっぱ沖さん沖さんとうなうなやば、まあ、ココアさんもなんか一人でどっか行きそうだね、想像つくな、そんな気するんだけど。ソラハちゃんとパシェは2人の世界、絶対そうだよ。あの2人できてるもん。あ、時間大丈夫です、今日はね全然大丈夫。うん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 おきみほが大事と気づける日になりそう。マジおきみほうなじゃない。あ、でもうなもうなもなんかいきなりなんか死に行ったりするかな。うなこれ行ってくるって言ってくるかな、どうかなうな行動力あるからちょっと行きそうな気もするし、どうだろうグッチョブさんとキッコさんありがとう、カンちゃんもありがとう。私もしっかりしてるけど、そうだね、食べ物多分並ぶ、確かに並ぶかも、勝手に並んでるかもしれない、食べ物見つけたら。やな沖さんベンチでまったりしてそう、マジ沖シャー、え、でも沖シャーが多分本当に一番落ち着いとうかも。そう考えるとやっぱさすがリーダーっぽいかも。え、だよね、ウナなんか一人でどっか行きそうだよね。ウナとココアさんちょっと似とるとかあるっていうか、やっぱ同じ年代だとそうなるのかな。なんか一人でどっか行きそうな気するおもろ、行きたい企画でお願いします、お願いします。ついでにやっぱマイカーライブもちょっとあのユニバのあのステージでやらせていただいて、やりたひどうかね、行ってみたいな、メンバーそんな大人数で行けたら楽しいやろうな、やりたいな、なー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 、みほりんは何に釣られてどこかにどっか行っちゃうかな。ユニバユニバの耳を検索したいな。耳今何が流行ってるのかな。つつつつい、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 ユニバなんて調べたらいいわけ。カチューシャ何が流行っとんかな。分からんわ、ツイッターで流行り。行きたいよね、10年以上行ってない、すごいね、よく耐えれてるね。ユニバ行きたいよく出てきそう、1年以内に出てくる私は。かわいい、スヌーピー、テレサ、スヌーピー、あ、ヘドウィグあるよちゃんと。そういえばくわー、ユニバ行きたし、まだマリオやってるよ、まだっていうか、え、あれいつまでとかあるんかね、やってるよ。なんか待ち時間とか見るのたまにするんだけど、好き、ユニバの待ち時間を暇な時に覗く。しまかぜさんありがとう、くろみちゃん、ちゃんちゃんちゃん、ちゃ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 ん、ユニバカ注射、ウェブでも調べてみ、あ、なるほど、本当にショップが出てきた。
マリカのアトラクションで画面酔い。マジ？私ハリーポッター好きだけどちょっと酔う。なんかすごいゆらゆらって感じやつって酔わん。行ったことない。行かなきゃ。人生損してる絶対。行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ。え、嬉しい。みほりんさんのメール楽しい宝物をやった。今日も送ります。やったんやったん。島風さんありがとう。グッジョブ太郎さんありがとう。私も行ったことない。え、やばいって。人生損してるよ絶対。やばいよ、行った方がいいよ。もう年パス今から取ってず、ま、毎日行った方がいいよ。え、ハリーポターまだ行ったことない。行かなきゃ。バタービール一緒に飲もう。一緒に魔法かけよう。かけちゃおう。あのね、ハリポタのチュロスがね、なんかね、グリフィンドールとかそういうスリザリンとかなんかで柄が味が柄と味が違かったりとか日替わりで出てたりとかするし、あのバタービール甘くて飲めきれない人も多いと思うから、絶対半分こして飲んだらいいと思う。いいと思う。行きたい。ああ行きたすぎる。はあ、俺もまだ待って。みんな何しとん。人生損しとろって。ついてきてくれたらついていくに決まってるじゃん。行くよ。行こう。デートしよう。20年前に時間が止まってる。待って、私いないわ。やばいって。行かなきゃ行かなきゃ。でも夢の国も行きたいかも。夢の国も結構な期間行ってない。私夢の国こそ結構行ってないかも。行きたすぎる。くぅ、はじめまして、やっほー。 ST ホテート2期生みほりんこと田中みほです。やっほー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 。 YouTube にやっちゃった。ワンピースコラボいつだ。ワンピースコラボってそうなのか。行きたすぎ。夢の国は一回ユニバーゼロ回。もったいないよ。行かなきゃ。でも夢の国も行きたい。夢の国も調べよう。なんか何ができとん。なんかマジずっと行ってないかも。ディズニーって、私 ST 入ってディズニー行ってないよね多分。だからあれ行ってないよね。行ったっけ。行ってないよね。行ってないよな。どうだっけ。行ってないよな。ユニバは行ったけど。やばくない。行かなきゃ。何がアトラクションどこで見れるんだこれ。緊張すぎて花火の音だけ。いいな緊張。そこに住んで私は年パスを買っていきたい。そうディズニーさ、東京行った時何回か、あ千葉ですけど通ることも結構あったんですよね、お仕事の時に。行きた。美女と野獣。すごい。私ラプンツェルもあります、もしかして。ラプンツェルってないですかね。ラプンツェルめっちゃ好きなんだけど。行きた。なんかアトラクションあった。アトラクション。本日の待ち時間運営状況、ただいま閉園しております。すいません。すいませんね。うわカリブの海賊だ。カリブの海賊のとこにさ素敵なレストランがあるんですよ。めっちゃ人気なんですけど、だから行ったことないんですけど、誰か一緒行かん。いっぱい食べん。カリブの海賊乗ってる人たちが見えながら食べられる、なんか洞窟みたいなご飯食べれるとこ。一緒に年パス。キャッキャッキャ
キャーだよ。行きた。行きたーい。行きたい行きたい。ガチめに行きたい。あとビッグサンダーマウンテン大好き。行きたい。あとはアートはアートはあー楽しそう。スペースマウンテンも好きだったんだよな、そういえば。とかうわスペースマウンテンあった、行きた。そう多分私東京ディズニーオープンキャンパスエリア行ってないかも。そんな気がする。ディズニーシーも見てみるね。だからディズニーもディズニーシーも行かないといけないから、ちょっといっぱい2日行かなきゃ。それな、おソロの被るやつ、うわ最高。いた、頭叩いた、最高。うわ来た、うわ行きたい行きたい行きたい、声カスカス、行きたすぎる。ディズニーも今何が流行ったの、カチューシャ調べよう。行けんのにつらい。カチューシャ、うわなんかディズニーカチューシャで調べたらめっちゃいいの見た、すっごいバズってる。彼氏とビデオ通話してたら彼氏が急にディズニーのカチューシャつけ始めて、何ディズニーでも行くのなんて笑ってたら、私の誕生日当日のディズニーチケットが送られてきた。でやばやばすんご、今の聞いた、すご。ケンチャクさんありがとう。やばー、スペースマウンテンお休み中、あ悲しい。やばくない、青春すぎてドキドキバックバックした今ドキドキ。ディズニーカチューシャって調べたら上に出てきた、めっちゃ。あーここにミッキーの手ついてるみたいなやつ、かわいいな、かわいい女の人のが出てきた。わあ、あー私このキラキラのミッキーの耳つけたことあるわ、ミニーかな。やばー、かわいい。わトゥワイスの方がつけてるのが出てきた、かわいい。ダッフィー系もかわいい、わあかわいい、かわいい。これ行きた、めっちゃ行きた。くー、西日本にもできないかな。広島でも魅力の里あるから、ちょっとずるいからダメだどっか近くにできないかな。うわー行きた行きたい行きたい、くそー行きたいな。沖縄ワンチャンなの、そうなの。福岡もワンチャンとかないわけ、ワンチャン来てくれ。ゆうぴょんありがとう、ねずおさんありがとう、ありがとう。ちょんちょん、ありさ1時間くらい並んで運転中止になった。そうなの、ありちゃんさん、そうだありちゃんさん行ってたらしいですね。くーいいなーいいないいな、サラピから聞いた、ありちゃんさんいいにゃん。なんかユニバにも行っとったイメージあるんやけど、分からんけど。デザインハートさんもありがとう。行きたいわね。そうなのか。わあどうしよう。52分ぐらいからランキングを読もうかな。あと3分ほどなんですけど。じゃん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 。チャラチャチャチャン。インスタに載せてた、うわー行きたいな。ありささんいいな、映えてそうだな、なんか似合いそうだし、なんか、キサラさんありがとう、イヤホー、うん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 。でも今日は神戸だよ、楽しみだ、もう旅をする気持ちでいるよ私は、楽しみだ楽しみ楽しみ。花ララララ、もしこの世界から故郷が消えたら争うことなんか
なくなるのに喉を、朝だから今ガラガラガラだけど整えておかないと人間関係低いの出るかな。一人きりが一番楽だと思ってた、だだだ時々楽しみ。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかなかった。やばい、今カスカスすぎてやばい喉飴舐めながら行こう。トゥルドゥ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 トゥ。幸せとはどこに存在するのか。こういうとこ低いんだよね。かーがーがーがー、うーん、うん、頑張ろう。おお、今日昼夜行くのでたくさんさんにもいります。ぜひぜひ今日来る方ぜひあのみほりんうちわなどグリーンオレンジペンライトなど出してください。ぜひ。そう、ソロパート多いですよね結構ね。だから最初のブロックに結構多いから最初が肝心じゃないですか。だからね、頑張ろう。ハスキーボイスもし、今ハスキーボイスです。ちょっとそう、私2期生初めての会場だと思う。先輩は多分行ったことあるっぽいのかな。神戸楽しみ。なんか楽しみって言ってた。お腹空いてきた。神戸の食べ物に想像し始めたかな。朝ごはん食べよう。よいしょよいしょよいしょ。私今日朝からちょっとなんかギルティーな感じのものを食べるけど、昨日のママのね、夕飯のね、夕飯で残してくれとったあるものがあるので食べます。にひにひ。朝の落ち着いた声も好き。やったん。タンタン。ガラガラだけどガラガラを頑張って落ち着かせてる。じゃあということで、そろそろね、もう神戸も楽しみになってきたので準備したいと思いますので終わりたいと思います。では22のみほりん賞からいきます。22しんごさん、そして13位レグルスさん、12位ジュリボウ、11位ウッチーさん。あ、ウッチーアット10月とか公開公夜公演って書いてあった、ありがとう。10位リーツさん、9位カズノリさん、8位グッジョブサヌキッコさん、7位フラペチーノさん、6位カンちゃん、5位キヨさん、4位デサイズハートさん、3位ユーピョン、2位竹まつるさん、そして第1位モアイさんでした。ありがとう。パチパチパチ、ありがとう。パチパチ。てなわけで今日の朝配信は以上で終わります。夜もちょっとできるか不安ですけど、できたらいいなと思います。それまでは昼夜公演でお会いしましょう。ということで最後じゃんけんして終わります。最初はグー、じゃんけんパー。ありがとうございました。ではまた後ほど、バイバーイ。